剣心のオープニングを歌ってたですね、シンガーソングライターの川本誠さんっていらっしゃるんですか。サブスクというシステムを考えた人は地獄に落ちてほしいと思っている。いずれトップクリエイターの人もですね、増えなくなっちゃうと思います。不安増し増しさん、男性10代、 YouTube 無料で見てる方です。僕は何かしらの作家になりたい人間の一人です。おー、先日岡田さんのいずれ漫画家も絵師もアニメーターも失業するという予想にすごい不安を覚えています。それはいずれ好きな漫画を描いても誰も見てくれないのではないか、仕事もできないのではないか、お金すら稼げないのではないかといくつもの不安から絡まった状態です。これから漫画家、絵師、アニメーターや小説家などの創作物を扱う職業に就くことは無理なのでしょうか。あるいは希望的観測ですが、それらに代わって新しいジャンルの創作物があるのでしょうか。ご回答をお待ちしています。無理ではないんですけどね。多分どん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 加速度的に食えなくなっていくと思うんですよ。先週のニュースですね、るろうに剣心のオープニングを歌ってたですね、シンガーソングライターの川本誠さんっていらっしゃるんですか。歌手のですね、アーティストのその方がですね、サブスクについて語っててですね、サブスクでの利益がどれだけ少ないかを知ってほしい、サブスクというシステムを考えた人は地獄に落ちてほしいと思っているというふうにですね、おっしゃいました。じゃあサブスクやめろというかもだけど、CD デッキを持ってない人ももう多いと、どないしろという現実なんだというふうにですね、割とちょっと熱くですね語っておられたんですけども、つまりシンガーソングライターの川本誠さんってルーミケンシのオープニング歌ってたんだから、かつてやっぱメガヒットを出してるわけですよね。でそういうメガヒットを出していても数年経つとその人のコンテンツっていうのがちょっと古いものになっちゃう、言い方悪いけどもオワコンというほどではないんですけども、もう誰も見なくなっちゃうわけですね。でもうみんながみんな今流行っているものとかですね、今ネットで評判のもの、自分の近くにいるみんなが聞いているものしか見なく聞かないようになっている、それ以外の興味をなくしちゃうんですよ。これは前から言っているイワシカのですね、当然の結果なんですけども、まあ、これをですね、僕は作品がなくなってコンテンツだけが残っちゃうというふうに言ってるんですけど、どういう意味かというとですね、作品というのは一個一個が独立した、20世紀風の解釈なんですよね。でコンテンツっていうのは21世紀風の解釈で、それぞれ一つ一つの作品とか曲とかが環境になっている、つまり、魚にとってのですね、水温とかですね、匂いのようなですね、心地よい環境になってしまっていると。だから過激な作品が流行るとですね、これからも作品の時代は続くんだとかですね、そんなぬるいコンテンツじゃなくてこんな過激な作品も受け入れられてるんだっていうなるんですけど、そうじゃなくてですね、それは魚にとってそういうちょっとピリッと冷たい刺激的な水温が流行ってるとかですね、あとそういうちょっとスパイシーな匂いのする水の方へみんな行ってるだけでですね、でそっちの方へまあ一斉に行ってるから群れているだけでですね、やはりみんな中身のある作品を求めてるんだっていうのとは違うと思うんですね。だからまた群れはですね、イワシの群れですからざーっと移動するわけなんでですね、まあそういうですね状態が続いてるんで、あんまりそのクリエイターにとっていい時代じゃないと正直僕は思っていますね。だからトップ以外は食えなくなるっていうふうにずっと前から僕言ってるんですけど、いずれトップクリエイターの人もですね、オワコン化する速度の速さでですね食えなくなっちゃうと思います。だからじゃあどうするにすればいいのか、不安増し増しさんにですね、僕が今思いつくですね単純な、パッと思いついただけで言うと、個人の雑記をするっていうのが案外いいんじゃないのかなと。つまり中世のクリエイターに戻るっていうことですかね。僕はネット社会というのはデジタル中世だって思ってるんですけども、中世のクリエイター、つまり今でですはですね、アーティストと呼ばれているような人たちっていうのはみんな教会とかですね、貴族とか王様とかがスポンサーで発注受けて絵を描いてたわけですね。でそれが一般大衆が評価するようになってっていうのが19世紀から20世紀の市民の時代のアーティストになったんですけど、もう一回昔の形に戻るんじゃないのかと。個人の雑記の作家でこういうのを書いてくれ、こういう曲を作ってくれっていうふうに言われるようになるんですよね。だから誰かのための模型を作る、誰かのための曲を作るとかですね、そういうですね中世のクリエイターの世界に戻っていっちゃうんじゃないかなというふうに僕はちょっと考えています。商業漫画家をしてました。漫画家なんですね。年収1000万程度で安定してるんですか。
すごいね。商業漫画家で年収1000万程度で安定してる。体への負担が大きく疲弊している中、なんだろう。なんとかと複数の支援サイトで活動した結果、月収100万円程度になりました。ほう。月収1000万円程度から月収100万円になったんだね。体への負担も軽く伸びしろを感じて本格的に活動することを検討しましたが、新しい形態であること、人材不足の一般紙では仕事に来ることがないので転校することに悩みます。今後の進路についてアドバイスを受けたらいいでしょう。パトレオンというのかな、複数の支援サイトって何のことか分かんないけど、これはパトロンって呼ぶんだろうな。ということはクラウドファンディングみたいなもんなのかな。何に悩んでんだろう。でもあ、なるほど。商業漫画家で1000万ということは、普通の人に知られるほどのヒット作はないんですよね。つまり、漫画家としてはやってるんだけども、お見合いパーティーとかに行って漫画家です、どんなの書いてるんですかって言って作品名言ったら、あんまりなんかこう引きに知られてないぐらいの、それでも中堅の漫画家だということでしょうね。ところがそれは体もしんどいと。支援サイトですね、つまりパトロンという支援サイトでクラウドファンディングみたいな形かなんか分かんないんですけども、そっちの方行くと月収100万円になったと。そっちの方は、支援者に対して何かペイバックみたいなことをすること、プレゼントみたいなことをすることとか、そういうので返すという、半分アマチュアの方に降りるような気持ちになってるでしょうね。僕の年代に分かりやすく言うとすると、ジャンプで書いてたんだけども、なんかこう同人誌を出したら同人誌が案外儲かっちゃったという島本和彦現象というんでしょうかね、西原理恵子現象というんでしょうかね、コミケが一番儲かるじゃんと。だからといってそこを主戦場としていいのかと、俺は漫画家だみたいなもんなんだと思います。本格的に転校することに悩みますと。本格的に転校してもいいんじゃないですかね。なんでかっていうと、年収1000万程度で安定している商業漫画家がこれから安定するのかどうか僕は疑っているのと、あとそこにはね、いつでも戻れるような気がするというかですね、いわゆるもう石取りゲームみたいなもんで、その石取りゲームやってる会場がタイタニック号だから徐々に沈んでるわけですよね。なのでもうデッキの3等客室の椅子は全部沈んでっていう状態で、今2等客席と1等客席の席だけが海の上にまだ突き出していて、そこで石取りゲームやってるような出版界の業界、現状から言うとそんなもんだと思うんですけども、もうそこで石取りゲームをさらにするよりはパトロン等の支援サイトでやる方が僕はいいと思いますよ。でそこでなんか半分同人作家みたいな形でも面白いのが出てくれば、また自費出版するのでもいいし、一般紙に持ち込むか、もしくはもう本当に全部単行本書き下ろしというですね、方法をやってもいいんじゃないかなというふうに思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。